大谷翔平48、4球残り10試合で5-0、5-0いけそう。楽勝みたいになってるけど、本当にいけるんやろか。それよりもドジャース最近負けが多くて、プレーオフに逃しそうになってないか。大丈夫なのか。全然余裕だけど、プレーオフは確実、地区優勝は逃すかも。調子がいいと余裕、悪いと無理な絶妙なライン、そして今の大谷は若干悪め。80% くらいの確率でいけるやろ。ギリア感かもしれんよ。前の試合もやべ、球ホームランにしてたし余裕やろ。そこまでドキドキ感じなくて大谷ならやるだろくらいの感じがある。明日は出張区かやから、やつはつで。オメガドジャースが勝たなくても良いなら余裕やで。すでに歴代トップだし今でも十分すごい。これからは記録を伸ばすだけ。いけるけどいけるのほんとやばいな。8月以降がっつり出塁率減ってんだよな。前からこんなんやったか。次の試合で2打席連続弾で決めるぞ。これ日本だったら相手も達成させる雰囲気になるんだけどな。最後の1本は長引くと打てなくなりそうだから、サクッと2打席連発してほしい。最後はランニングホームランで決めるのが大谷や。最高の形はパドレス戦でサヨナラホームラン、5-0、5-0地区優勝決定かな。大谷ならやってくれそう。敬遠しまくられる可能性も。異次元の記録すぎて実感湧かないわ。すごい微妙な感じ。どうなるかな。盗塁49。盗塁はリーチになったな。今後盗塁が伸ばせるかは別が、チーム事情も考慮して打席に立つか次第。長年リードオフマンとしてやってきたわけだから、自分が何をすべきか分かりそうなもんだが、ここから弱いチーム続くからいけるやろ。盗塁49でロマツに並んだね。ここまで来たら打率ハイラン、全打席ホームラン狙いでいい。49からのあと1本次第。ここ一番でもそうでない時も安定した力が出せる選手ならそれほど苦にしないんだろうけど。管理人のつぶやき。残り試合はマーリンズ戦1試合、ロッキーズ戦6試合、パドレス戦3試合ですね。ロッキーズとの最終カードまではもつれ込まないでほしいところですね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。